BM ポルシェ好き土屋としては最高な車がこれ中めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。多分このボディカラーには最高の色ですね。これやばいね、はい、もうとにかく豪華、はい、見てくださいこの鬼レスポンスこれやばくない？行きます。うわやばいこれ爆発音じゃん。昼ご飯が出そうです。はい、お願いいたします。マフラーが爆音すぎるそうですねボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M8 コンペティションカブリオレ2020年式5700キロこちらの車両になります。 BM ポルシェ好き土屋としては最高な車がそうですね、今頂点の車市場にちょっと少なくなっちゃった車両ですよねみたいですね、はい、非常に貴重なお車になるんですけども、こちらをご紹介させていただきます、はい、でまずもうかっこいい。ありがとうございます。もう最高です、はい、どうしてここのデザインを他のモデルに落とし込んでくれなかったのかっていう、うん、そうですね、現行モデル の, ちょっと大きいグリルが好きな方には大変恐縮なんですけど、うん、はい、M8 大好き土屋としてはこのデザイン、うん、かっこいいですよね。もう本当にこれを本当に他のモデルに全部サイズ感変えて入れてほしかったと、うん、そうですね、そのぐらいかっこいい。そして今回ご紹介させていただいているのはコンペティションということで、はい、いろんなものがもう標準装備、シャドーラインのエクステリア、はい、各部黒くなるやつですね、そうです、はい、もうついてたりだとか、まあ、あとはオプション一覧見たんですけども、うん、オプションがほぼない。そうです、もともと標準でもう入っちゃってるのでもう選べるオプションってそんなに多くないですね。まあ、代表的なものでいうとカーボン の, このエクステリアの外装、はい、あとはこの後紹介しますけど、まあ、エンジンルームのカーボンのカバーだったりだとか、はい、あとはカーボンセラミックのブレーキだったり、はい、モアカーボンぐらいな部分しかなく、はい、快適装備なんかも全部フル装備という、はい、ヘッドライトなんかも当然レーザー LED のが標準装備ですし、あとはセンサー関係、はい、カメラ関係も全部フルフルで、はい、さすがもうフラッグシップっていう感じですよ ね, すね、はい、こんな感じのエクステリアになってます。であと、はい、撮影前に池田君の方からちょっと話してましたけど、サイズ感が絶妙ということで、はい、これ私の方からちょっとサイズの方発表させていただくと4870、はい、で幅の方が1905、うん、で前後の方が1355ということで、はい、これなんか前方仙台6シリーズより若干こう短くなって、はい、でワイドになって、はい、だ立ち位置的には6って言った方がしっくりくる、まあ、一応後継モデルに当たるっていうので出てきたんですもんね。そうですよね。でもともと世界一美しいクーペと言われた 633CSI をこうずっと来た車なんですよね、はい、その後まあ850だったりとかで、まあ、6的な立ち位置だけどまあ内装をいろいろ豪華にしたりだとか、はい、まあ、端の部分強化したりとか、うん、そして BMW としては8シリーズとして、はい、だサイズ感がちょっと今まで BMW のクーペ乗られてる方だとちょっとあれっていう感じもしなくはないんですけど、はい、まあ、絶妙なところついてきたサイズ感、はい、と。そして足元早速いきましょうか、はい、今回の車はこちらのガンメタというかなんていうんですかね、ちょっとポリッシュにすごく濃い黒を入れた、ね、はい、とあとグロスブラックのバイカラーのメッシュのホイール、こちらが装着されている。でこれ3種類ぐらいしかないんですよね。ないです、はい、ホイールが。で最近ポルシェの GT3 とかあとカイエンターボ GT とか撮らせてもらうと思ったんですけど、こういうトップレンジの車って足元の選択、特に走りのトップレンジの車って、はい、足元の選択肢が極端に狭くなるじゃないですか、うん、はい、そうですね。あれってなんかこうドレスアップ要素というかもうイメージがそう決まってるからそうなのかなと思ったら、そうじゃなくて、うん、もうこれでセッティングが多分出てるんですよね。そうですよね、多分車のバランスがあるってことですよね。ですよね、うん、デザイン大きく変えて重量が変わっちゃうと車のセッティングが変わっちゃうんで、うん、まさにカイエンターボ GT なんか色しか選べないんですよ、はいはい、そういうのもあってこれなのかな、うん、微妙なデザインの差とかあるんですけど、はい、選択肢が非常に少ない、うん、ただ今回シャドーラインのエクステリアと相まってかなりいい感じなんでしょう、はい、ただタイヤが絶妙なんですよね。タイヤの方が、こちらがフロント2753520ということなんですけど、はい、標準の M850 と普通のクーペとタイヤサイズが全然違うということで、はい、だから外径もちょっと違う、うん、外径で2センチぐらい、リアだと34ミリぐらい、お結構違います、はい、結構違うんでいろんなエクステリアの違いもありますけど、うん、車のスタイリングはタイヤサイズが微妙に違うんで、はい、違って見えるということで、うん、こちらのタイヤになっております、はい、であとはサスペンションも M サスペンション、はい、がついてると。だといろんなのを今回パーツリストバーッと見て比べたんですけど、 M5 のパーツがかなり使われているというか共通というか、はい、下回りのアクセルサポートもなんと M5 共通ということで、足回りなんかもほとんどの部分共通と、うん、ただショックとバネはやっぱり専用ということで、あこの車用にセッティングされている、
まあ、車重なんかも違いますもんね。そうですね、まあ、その辺は抜かりなくやってあるみたいです。あともう全体的にスタイリングじゃないですか。カーボンのこのエクステリアも今回かなり、はい、このブルーとカーボン、あのいい、ね、似合う説を最近力説してるんですけど、はいはい、非常にマッチしてると。ただスタイリングこれ開いてないんですよね。開いてないザビです、はいはい、ただやっぱここもカーボン入るといいですよね。こんな感じのスタイリングです、はい、あとはカブリオレなんでこのスタイリングと、はい、この後ろでも紹介しますけれども、あのカブリオレを無理やりやった感のある車と、はい、あのもうカブリオレ前提でデザインされてる感の車ってなんとなくありません？ありますね、はい、これすごいこうカブリオレも前提でデザインされてるのかなっていうぐらい、こう後ろ回りのこのデザインも統一感があると、はい、そしてあとは後ろがちょっと太くなって、はい、10.5G ですかねの 285/320 ということで、はい、先ほど紹介しましたけどリアもちょっとだけ大きく、はい、あとは今回ブレーキの方標準のスチールローターですけれども、ローターフロント395リア380ということで、はい、標準でもっとでかいブレーキがついていると、はい、でこの辺のブレーキなんかも M5 共通ということですあとオプションでカーボンセラミック、はい、であと後ろに回っていくと後ろもランプ類が少しトーンが落ちてるんですかね。なんかそんな感じですよね。そんな感じですよね、はい、他の BMW の車種よりかはちょっと暗めの、そしてハイマウントなんかもちょっと暗め、そして後ろのデザインも秀逸じゃないですか、はい、後ろも大好きなところなんです僕。でカーボンのこのトランクスポイラーがついてたりとか、はい、あとリアのディフューザーもカーボンになってる、はい、でこれカーボンここまでなんですけどアンダーパネルみたいなのがずっとついてるんですよね、はい、で下回りがもうほぼフラットになってるということ、でマフラーに関しても、コンペと普通の共通ですけれども出口が黒くなるということ、はい、そうです。でこれマフラーよく見ると手前のこのサイレンサーのところで横につないであるんですよね。バイパスしてるという。あ、本当ですか、はい、そして真ん中に大きい、まあ、サイレンサーなのかチャンバーなのか分からないですけどついてるという、まあ、この辺なんかも備わってると。でいろんな資料を見たんですけど、あの考えうるターボラグを解消する手段は全部取ってあるらしいなるほど、驚異のレスポンスの車ということで、はい、これちょっとこの後エンジンルームでご紹介させていただきたいと思います、はい、こんな感じのエクステリアになっております。続いて内装を見てみたいと思います。もう当然ソフトクローズなんかも、はいはい、ついてて、内装に関してもフルレザーメリノ、こちらが標準になるということで、今回の車はシルバーストーンブラックの、これ中めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。多分このボディカラーには最高の色ですね。これやばいね、はい、これ開けて止めときたいぐらいの。そうなんです。そしてもうフルレザーメリノがこれカブリオレ標準になるということで、はい、もうとにかく豪華、はい、ダッシュボードもそうだし、その下もそうだし、はい、センターのトネルのところもそうだし、その他アームレスト、ドアなんかに関してももうこのスポーツとラグジュアリーのこの融合がやっぱりトップだなという、はい、いいですよね、BMW のグレードの中でも。でドアに関してもこの下まで全部このステッチ入りのレザーということで、まあ、部分ちょっと素材はもしかしたら違うのかもしれないですけど、まあ、この辺なんかのパンチングとステッチなんかも、はい、これはAMG の S63 とも真っ向勝負なそうですね、そのぐらいの豪華なインテリア。でもおしゃれですよね、本当にこのまあステッチの感じとかも含めてめちゃくちゃおしゃれ。いいですよね。汗臭いというか体育会系な感じが全くないそうですね。そしてバワーズ&ウィルキンスも標準装備になるということで、はい、あと唯一オプションとして大きなものとしてあるのはシートがフルバケになってカーボンのタイプがオプションであるぐらいのもので。そんなあるんですか。あるんです。すごいですね、はい、なんでまあ基本的な安全装備だったりベンド装備なんかに関しては全部標準装備ということで。全部標準装備、はい、こんな感じのインテリア。バグはちなみに、カブリオレ標準ですけど、そうなんですね、M8 コンペのクーペはオプション設定っていう謎の、はい、だ見られるところだからですね、はい、だフルレザーメリーのもあの標準装備なのももしかしたらちょっと見られるのが前提だから、ね、っていうことかもしれないですけど、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。この光るドアシールプレート、はい、M8 コンペティション、そして下にはカーボンコアが、はい、これ7シリーズなんかでもおなじみの、はい、カーボンを多用して軽く作ってあるフレームということで、はい、であとはさすがにドアがでかい長いですね。これはちょっと駐車環境、使用環境を選ぶかもしれないですけど、はい、あのクーペででかいのにさらに一番大きいサイズなので、はい、さらにでかいということ。ただその分乗り込みやすさはあるかなと、ね、ドアが開ければそうですね、はい、いやもう最高です。まずレザーの質がめちゃくちゃいい。びっくりするぐらい。脂肪あり派と脂肪なし派、はいはい、いらっしゃると思うんですけど、脂肪なし派の方に関しては最高です。もうすべすべなんだけどちゃんとこのパンチングとステッチで、はい、お尻背中の沈み込みもあって、で調整に関しては
まあ、スタンダードな調整プラスランバーサポートとサイドのこの締め上げがついている感じです。そしてシートヒーターベンチレーションなんかも当然ついている、はい、ステアリングはおなじみの M のちょっと太めのステアリング、はい、このステアリングももう最高です、まあ、この辺おなじみなんで省略しちゃいますけども。そしてメーターの方がフル液晶の12インチぐらいの液晶メーター、こちらもまあおなじみだと思います、はい、M 専用のメーターになってて、コンペティションだとモードがトラックモードがついているということで市場で見てみたいと思います。そしてあとこの辺に関してもアンビエントとレザーがうまく融合してて非常に高級感のあるインテリア、そしてここに M8 コンペティションのロゴも入ってカーボンのパネルということで、で置くだけ充電も、はい、ついてます、はい、なんとついているということで、 USB タイプ A かなもしっかりついてます。そしてあとこの辺もしっかり M のロゴが入って M カラーのステッチと、あとサーボトロニック ZF 製のハスボードも、はいはい、こちらもついてます。でモード切り替えと、あとボタンがくなるのがあ、そうですね、コンペティションということで、はい、こちらだとはアームレストもこんな感じで割と容量ありますね。そうですね、はい、タイプ C が 1K と、こんな感じで、あとシートベルトが M カラーになるのがコンペティションということで、はい、はい、これもいい感じです。そしてあとは今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーも、はい、ただレーダー探知機に関しては物を申してよろしいでしょうかどうしてここにこうなったという、そうですね、これはちょっと早急に場所替えしましょう、はい、あの上かもしくは、まあ、この辺もレザーちょっと対応してるんで、うん、多分その辺あって多分そうです、バングレザーを傷つけないこのスピーカーグリルにってことなんですけど、まあ、ちょっと視界も入っちゃいますし、このダッシュボードの完成されたインテリアが若干損なわれてそうですね、否めない、あとは配線がこれ見えちゃうっていう、あ、そうですね、これはご相談ください。そしてあとは天井に関してはしっかりレザーレザー、そしてこのバイザーもレザーと、はい、ただバニティちっちゃすぎじゃないですか。そうなんですよね、うん、ちょっと小ぶりですけど、ただ高級感やばい、これこれ今僕も紹介しててふと気づいたんですけど、 M850 普通の850だとシフトノブクリスタルじゃないですか、うん、M になると、あ、確かにね、クリスタルじゃなくなるんですね。確かに確かに、この辺もそうだし、はい、ここもそうだし、どうなんでしょう、これスポーツとだからラグジュアリーの融合ってすっごい難しいところだと思うけどそうですね、はい、こんな感じに。ペダル関係に関してはこの辺ももうおなじみですよね、はい、まあ、BMW の場合どっちか寄っちゃってる、右左そんなに差もないですし、うん、あんまり極端な癖もないんで、まあ、非常に乗りやすいかなと、はい、はい、これいいね、やっぱりここレザー全然違うね、なんかちょっと変わりましたね、だいぶ全然違う質感も、あとここのニーパッドというか横のこの当たるところもレザーだとすごいこう高級感があります。でルーフの方が鍵でも開け閉めできるということで、はい、もちろん室内のスイッチからも可能ですけれども、はい、で開け閉め約15秒ほどで、こんな感じでできるようになってます。めちゃくちゃかっこいいんですけど、かっこいいですね、はい、閉めてもかっこいいです。なんであの開けたまま降りちゃってもリモコンで閉められるようになってます、はい、じゃあ続いて後ろの席もせっかくなんで乗ってみたいと思うんですけど、はい、わがままボディーつちゃ乗れないんで池田君お願いいたします、はい、結構でもこれシート下がってますかね、多分下がってます、ちょっと見栄を張ってかなり後ろになってます。で前に行く機構もついてるということで、はい、倒してもらえばすぐ、あ、でも、まあ、すんなり入れれば入れます。で池田君もさっき言ったけどやっぱりクーペよりかもカブリラルの方が後ろへのアクセスは圧倒的にいいんじゃないか。そうですね、あのクーペだと頭がどうしてもルーフ当たってしまって結構首こうなるんですけど、開けてれば乗れます。ただあの背もたれがものすごくこう起きてるのと、ほぼ垂直、そうですね、はい、結構違和感はあります。で座面もお尻のところ深いんですけど、この前があんまりないのでちっちゃい椅子に座ってるような感覚ですね。なるほど。でやっぱりこのボディサイズとはいえど緊急用というか、そうですね、大人の方4人ってなるとちょっと窮屈かもしれないです、まあ、お子さん用かもしくは荷物置きに使うのが正しいかなと。結構ここが分かります、この中が斜めにこうなってるアーチしてるので、この右側がすごく窮屈感がちょっとここが出ちゃうかな、なんか勝手にこう体が中央に寄せられる感じ。ただ狭いのにこの高級感すごいことになってるそうですね、はい、全部レザーだし
スピーカーもついてて、はい、抜かりない感じがしますね。こんな感じのリアシートになっております。続いてトランク見てみたいと思います。トランク開けるのここにもついてて、はい、フットトランクオープナーもついてるということで、はい、そしてフルパワー、はい、ただトランクは正直やっぱり屋根をしまう機構が出っ張ってるのもありますし、もともとそんなに大きくないんですけども、さらに狭くなってるということで、はい、これがウィンドウディフレクター、はい、リフレクターがベッドで入ってます。そしてトランクの方が一応350リッターあるってことなんですけど、うん、そんな感じに見えないですけどそうですね。ただ奥行きはやっぱりある、はい、だと倒せるという。そうですね、はい、長物は結構いけるかなと。ただ真ん中しか空いてないのと、うん、あとトランクのここが割と高い、高いんですよね。そうです。だこう入れなくちゃなんで、はい、あんまりこう長すぎるものも入らないかなと。入れにくいですよね。利便性は正直あんまりないんですけれども、うん、この辺はこのスタイルと走り、はい、致し方ないかなと。まあ、ゴルフバッグがそういった面でちょっと本数によっては厳しいかもしれないですけど、普通に大人の方2名とかで小旅行ぐらいは大丈夫かなと思います。まあ、横もこれギリギリまでグッとありますし、ね、はい、これも下げられると思いますので、横のスペースに関してはあんまある程度有効活用できるかなと、うん、はい、こんな感じのトラックになってます。そして参考までに、はい、ルーフをしまえば、しまえばというか、はい、ルーフを閉じればこのスペースだけは確保できるということで、はい、それでも、この真ん中のここの出っ張りとなんで、そうですね、まあ、そんなにはっていう感じなんですけど、こんな感じの仕様にもできるようになってます、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が S63B44 エンジン、はい、S63 って言った時にややこしくなるやつですおなじみのエンジンですけども、こちらが 4394cc V8 ツインターボ、通常の M8 よりもコンペティションということで25馬力アップの625馬力、はい、トルクに関しては同じ 76.5 キロ、うん、そしてマックス250キロ、0-100 3.3秒ということで、資料によってはなんか 3.2 秒って書いてるのもあったんですけど、まあ、どちらにしろとてつもなく速い、速いですね。でドライバーズパッケージ入れると300キロまで出るような、はい、であとはエンジンマウントなんかがコンペ専用になっているということで、まあより走りが強化されたようなパッケージ内容になっていると。であと補強なんかも全部M 専用ですよね、はい、あとこっちの奥にも大きいタワーバーが入ってて、はい、こんな感じで、これもう社外化っていうぐらいの、うん、M モデル大体こういうのありますよね、補強がされてますけれども、はい、であともう一つ大きなトピックとしてはこちらの車の場合負圧のブレーキのブースターがないということで、はい、なんとアクチュエーター式になってて、モードによってブレーキの効きというか、まあ、タッチが変更できるようなものになっていると、はい、これこの後乗ってみたいと思います、はい、であとはエンジンもこれ何回かご紹介させていただいてるんですけども、クロスバンクエキゾーストって言って、片バンクずつ外側に気筒、内側に気筒のクロスするような排気の取り出しになってて、タービンがそれぞれ設置されていると、はい、でこれホームページにも載ってるんですけど、考えうるターボラグをなくす手段を全て取ってるエンジンと。なるほどなるほど。とんでもないレスポンスっすよね。まあもう本当にアクセルの付きがいいなっていうのは私も運転して思ったので、本当 NA かっていうぐらい付けがいい、はい、でまたアメ車の V8 とかあとメルセデスの V8 とまた全然違う、うん、音もそうだし、はい、レスポンスも違うエンジンということで、であとは、これに組み合わせるミッションの方が ZF 製のハスゴートマ M ステップトロニック付きのこちらのミッションということで、あとはスポーツデフだったりだとか、はい、MX ドライブ、基本的には FR ということで、はい、限界に達した時にフロントを使うような仕組みになっている、はい、あと左右のトルク配分に関しても、まあ、状況、はい、あとは、モードによってトルクを変えるようなデフになっています。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。
きましょう。お願いします。シートベルトは出してほしかったなっていう。そうなんですよ、遠いですよね。はい、でも昔クーペとかクノミンって来ましたけどね。そうだね、はい、あとスイッチ類がガルバニック仕上げだっけ、7とかさ、あマットのシルバーになってるじゃん、はいはいはい、そうですね、はい、あれからするとこのパワーウィンドウのスイッチとか結構普通だなっていう。でもいいんです、はい、見てくださいこの鬼レスポンスこれやばくない。まだコンフォートですね、確かに。マジでこれターボじゃないみたいね。久しぶりに乗ったらやばいこれ。俺乾いた音もいいですよね。行きましょう。そしてブレーキがアクチュエーターになって、利きなのかフィールなのかちょっと違いが出せるということで、その辺を。え、ハンドルなんかねめっちゃしっとりしてる。すごいこれ。なんか全然違和感なくいきますよね。あのうちの自家用車の F30 の3シリーズよりハンドルよっぽど軽いですいやなんかねタイヤフロント太いから結構275で、はい、もうちょっと重たいステアリング想像してたけど、あれこんなんだっけ。これただ、ね、今ステアリングもコンフォートになってるんですよ、うん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 、なんでスポーツにするとだいぶ変わります。結構その電動のパワーステの味付け、ね、極端に変えられるので。昔めちゃめちゃ違和感あったけど今全然違和感ないよね。はい、走り出しもスムーズですね。そうだね。コンフォートだとめちゃめちゃコンフォートじゃん。そうですね、アイドリングストップしてました、ね、これ精神衛生上良くないんで。いやせめてなんかさ、これコーディングじゃなくて最初から、あのずっとこれを記憶にしてほしい。コーディングでできるじゃんこれ、はい、あの最後を記憶みたいな。 M のセットアップで、あでもアイドリングストップは入ってないですかね。そう、最初必ずコンフォートスタートになっちゃうでしょ。うん、いやこれいいよ。ちょっともうちょっといったら即屋根上げていいですか。はい、はい、まあ、でも締めてても静粛性高いですね。そうだね。これ何層なんだろう。なんか触った感じそんなにこう、うん、めちゃくちゃ頑丈な感じはしないですけど、ベフって感じじゃないけど意外に静粛性は高い。そしてコンフォートだけど足は割と、はい、突き上げはないけど全体的にはかなりしっかりしてる。だとルーフの傾斜が、ルーフじゃないフロントガラスの傾斜がすごい。そうなんですよね、うん、これ傾斜すごいですよね。ここめっちゃ視界に入る。スポーツテイストがすごいね。うん、やっぱそうですよね、うん、M なんでやっぱシャーシがしっかりしてる感じは。でも乗りやすいなこれも。あとロードノイズがやっぱり、うん、オープンだからか、タイヤが太いからか。でラグジュアリークーペっていうより本当にスポーツクーペだね。クーペというか、まあ、カブリオレだけど、ね、はい、やっぱ競合の S のカブリオレとかと比べるとその辺はだいぶキャラクター違いますよね、うんうんうん、そうだね、全然違うね、はい、でも全然乗りやすいしね。あの、うん、突き上げ全然ないからコンフォート乗り心地いいよ。コンフォートでも S63 のカブのコンフォートってもっとロールするじゃないですか、うんうん、そのあたりないですよね。結構ないね、シャープな感じで。多分エアサスじゃないっていうの結構効いてる気がする。あ、そうですね、どこまで行ってもしっかりした足回りっていう。だと意外に長さは感じるけど幅はそんなに感じないという。1900ありますもんね。そうだね。ブレーキフィールも今のところ特に違和感は。ちょっと信号で止まったんで屋根開けていいですか。はい、開けちゃいますよ。はい、お願いします。よし、さあ15秒で終わるかいやこの辺の車 あの室内狭い問題は、はい、カブリオレ買っとけば全部解決だなっていう。あ確かにそうですね。これはいいよ。だいぶやっぱでも変わりますね、景色が。最高。しかもこれからじゃないでしょうか、季節は。そうですね、ちょうどいい。真夏は乗れないけどね。そうですね。でもこれヒーターなんですかね。はい、ヒーターですね。冷たいのは出ないんですよね、首からの。これ、なるほど、はい、だ冬場全然快適に乗れちゃうと思う。これですね、シートヒーターもあってベンチレーションもついてます。そして早速じゃあモードはスポーツから。はい、はい、これは
いいぞ。変わります、メーターの表示がだいぶ変わりました、ね、そうだね、両側のこれからこういうのに、はい、めっちゃ硬い足が。足硬いですね。でもステアリングのレスポンスはそんなにこう唐突になってないから、うん、足硬いな。でもなんか M らしいですね。 M4 とかもみんなそうですもんね。そうだね、うん、でも言っても BMW のこれラグジュアリーとスポーツの融合したところの頂点、うん、はい、はい、はや、いやこれちょっとねシフトダウンの変速ショックがなさすぎてないですね。めっちゃスムーズ。やっぱそれがトルコンのいいところですよね。そうだね、けどなんか昔のトルコンみたいなこう中途半端な感じしなくて、ちゃんとシャキシャキこう、そうですね、シフトアップしてる感じあるし、いやだからこれちょっとね M ボタンついてるのはねいいなと思った。ちょっとスポーツそのままだと足が来ないなんか特に、もうちょっと速度域高ければ多分ちょうどいいんだと思うけど、僕結構この辺り街中で乗るときは足もステアリングもコンフォートのままですね。エンジンレスポンスとかスポーツプラスとか使っちゃうんですけど、これいいよ、最高。いいですね、はい、今音がすごかったですね。いや全然ね、S63 クーペも実は撮影で結構な距離乗らせてもらったんだけど、はい、あっちの方が車大きく感じる。まあそうですね、感じますね。こっち本当にね車がちっちゃく感じる。車重2トン以上あるとは思えないですよね、動き的には。レザーいいですね。これ BM のこのスポーツテイストとこの7シリーズにも匹敵するぐらいのこのシートと内装の質感、はい、ちょっとだいぶ良すぎるんだけど。これいいですよね、欲しくなっちゃいますね。これ欲しいね、うん、BM ポルシェ B キー土屋としてはそれを差し引いてもなるほど、だいぶいいです。さすがフラッグシップって感じですね。あと内装の色がいいよね、やっぱりカブリオレだとこのぐらい華やかな内装の方が。そうですね、黒でもいいんだけど、もうちょっとオレンジっぽいブラウンとか結構あったりとかしますよね。このシルバーストーンってまたいい色ですよね。なんか白でもなく、ね、BM この白系を必ずシルバーっていう、ね、はい。でさっきから乗ってるんですけど、ブレーキのフィールはそんなに違和感ないっていうか、トータルで変わるからかな。あ、そんなに変化してる感じは。いきます。うわやばい、これ爆発音じゃん。昼ご飯が出そうですいやこれでも加速感すごいですね。結構ジェットコースター乗ってる感覚に近いぐらい。でもあんまりフロントがリフトしてる感じはないかな。ないですね、内臓が持ってかれる感じがこれ純正マフラーでしょ。そうですね、すごい爆発音してたよ。いやすごいです、やっぱ M5 の時もそうですけど、この X ドライブとこのパワーすごいですよね。そうだね、普通に考えたらだって625馬力っても扱いきれないじゃん。うん、はっきり言って電子デバイスなかったらまっすぐ走んないよ多分まっすぐ走んないですよね。それだってこんな簡単にさ、あいえ、これでもシフトダウンしてもうんみたいなのないんだね。ああ、まあそうですね、音綺麗ですね。でも綺麗、めっちゃ揃ってる、本当に V8 じゃないみたいな、うん、加速感と V8 ツインターボじゃないみたいなトルクの立ち上がり方と、これすごいね。すごいですね。あ、確かにブレーキもちょっとあれなのかな、スポーティーになってんのかな。でも大きくは変わんないんですが、やっぱりストロークだったりとか、そのタッチ、自分の踏んでる動力に対しての効き具合だったりとかっていうのは。で街乗りだとそんなにギュッて踏まないじゃん。まあそうですね、多分そのレベルだとあんまり変わんないんじゃないかなっていう気がする。そしてトラックは長押しをしないと、はい、これ僕が説明するよりここを皆さん読んでください。これ、はい、そっちの方が分かりやすいです、はい、はいこういうことです。これでロードは、まあ、全部アシストが入りますよ、はい、スポーツは状況に応じて、トラックはないですよ。あ
やばいこれ。結構シートが押し付けられますね。これハンドル握ってない方が多分すごい感じると思うんですよ。この加速感、そうかもしれない、はい、この加速感結構ドライバーって結局ステアリング握ってるから、うん、あれだけど、でその辺が全部この M1、2でスキーに入れられてると、はい、今全部スポーツが1、2で入ってるけど、はい、うん、あれバブリングしてますね。してる。これはねスポーツカーだよもう。そうですね、なんかラグジュアリースポーツじゃないね。そうですね。おお、すごい激しいですね。激しい。やっぱり BM だね。そうですね。期待は裏切らなかった。走る楽しさをめちゃ思ってますね、本当。そうだね。いや、2トンの動きじゃないですね、やっぱ。とにかくね、車がめちゃ軽く感じるよ。全然2トンある車とは思えない。すごい。これすごいね。すごいですね。これめっちゃ楽しい、欲しい。これは欲しいぞ。でもステアリング太いですね、やっぱ。太い。安定というか、そこは好き嫌いが分かれるのかなと思った、ね、お、スムーズね、めっちゃスムーズね。スムーズですね。アイドリングストップいらない。そう、アイドリングストップってさ、なんていうの、止まっていい時に止まってくれるんだったら別にいいんだけど、そうですね、なんか停止寸前とかにさ、はい、入るとああってなっちゃうね。そうなんですよね。ステアリング1回転とちょっとしか回らないですね。あれが入ってるからでしょ、可変のギアが、はい、だからつい最近の車両紹介の動画でも同じこと言ってるけど、昔の E60 のさ、はいはい、最後は来る、はいはい、急に切れなくなっちゃうやつ、あれからすると本当に違和感なくなったよ ね、 ね、だいぶすごいと思います。言われないとわからないぐらいのステアリングのこのギア比の可変ですね。だってこの走りがこのオープンのこの、うん、オープンでもなんかやっぱ剛性低いとかってよく言うじゃないですか。全く感じないですね。全然ないね。でもね、それパーツリスト見たんだけど、はい、もうそもそもね、M8 で下回りの補強が横に1本走らせてるのと、腹下にこうバッテンで走らせてるから、はい、それがついてて、うん、でカブリオレはさらにリアに棒が1本ずつこう入ってるだけだった。なるほど。そう。で他の BMW の車種って、うん、もう全然下回りも違えば、フレームも全然違うじゃん。あ、もうミニとかなんかまさにそうで、もうサイドシルの太さが全然違うのよ、カブリオレとその3ドア で、 でフロアももう補強がもう前から真ん中から後ろから全部入ってる感じだけど、あ、全然これに関しては後ろに2本走ってるぐらいで、うん、あと多分見えないところで多分やってるから、あ、だから段差越えても全然ギシギシする感じしないし。そうですよね。ただもうこの手の車でフレームがこうたわんじゃったりしたらステアリングフィールがめちゃめちゃ悪くなっちゃうから、うん、多分元々がすごく硬く作られてる気がする、うん、そうですね。だいたい前も動画で言ったかもしれないですけど、やっぱ最近輸入したストラットのとこも結構剛性高いですね。すごいよね、鋳物でさ、こういう風にこう入ってたりするから、うん、そうですね。メーターがやっぱ慣れないんですよね。無言の時も一緒です。この逆回転が僕は個人的に慣れないです。もう古典的なタコスピードの2つがいいですか、やっぱりできれば。まあ、あとどうせこうデジタルだったらホンダの S2000 であったみたいな、こういうタコメーターゲージがいく、こうビビビビビビってなる、ね、そうそうそう、なんかレース用の、うん、こう車外のメーターとかでもあるじゃないですか、うんうん、確かに。あとアベンタがそうですね。アベンタが、あ、そうだね、そうだね、はい、あの形式の方が個人的には好きですね。これフロントガラスめっちゃこう圧迫感というか、これ今ちょうど後ろに人が乗ってるんで、特にシートが前で、そうなんです、こうシートが上げてあるんで、そんな感じですけど、もうちょっと多分シート下げてリグライディングして乗る感じが、うん、そうですね。どう、ブレーキ全然、うん、
然違和感ない。違和感はないですね。今スポーツプラスですけど、さっきコンフォートの時と今比べてるんですけど、なんかあんまり、いや多分ね、踏み込んだ時に違うんじゃないかなっていう、そんな感じですよね。ブースターの違いは、あ、ブレーキもそうですよね。じゃあ X ドライブを肉に、それやばいですね肉にしてもらって、もう一回ブレーキショットコンフォートにして、はい、ステアリング、ステアリング、ここでも個別にもできる、はい、ブレーキのタッチはもう分かんないですね。街乗りレベルとそんなに劇的には違わないよね。そうです、そうですね。シャーシほどは変わらない。シャーシはもうコンフォートとスポーツで全然違うけど、そうですね。気持ちもしかしたら踏んでる動力よりも車は止まってる気がします。これ今多分スポーツプラス、スポーツの時と動力そんな変えずに踏んでるんですけど、多分車のこの制動力っていうのはちょっと抑えめかもしれないですね。スポーツの時の方がもうちょっとはっきり止まってる気がする。ただいい意味で違和感がなさすぎて、うわ全然違うじゃんっていう感じではない。そうなんですよね。ステアリングが太いのかな。でもある感じじゃなくてよかったです僕は。ああそうだね、こういうパフォーマンスモデルって結構ある感多いじゃないですか。使用感が出ちゃう。そうなんですよ。特にダイナミカとかだと、ああそうですね、ツルツルになっちゃったりとか。あれグローブはめてちょうどいいようになってるとかっていうのは、それポルシェだっけ。そうですね、はい、ポルシェとかも。アルカンターラのステアリングとかやっぱもうそうです。グローブとかはめると結構やっぱ滑りにくいしいいと思うんですけど、じゃ結構好みが分かれるとか。これはね、助手席はやばいぞ、これ気づきましたこれはね、あの普通に4点とかが必要な加速感。いや、そうなんですよ。はいえ早いっすねこれ助手席結構やばいっすよね。相当やばい本当にジェットコースターみたいな感覚になるんですよ。この車中の車がこの動きする。いや、そうですよね。これすごいな。あ、でもちょっと加速するときやっぱステアリング軽くなりますね。フロントのその接地感的な部分がだいぶ。でももっとさ、なんかさ、なんて言うんだろう、いわゆるビッグセダンみたいな車って後ろがグッて沈み込んで、はい、こうふわふわってした感じで加速していく感じではない。ないですね。ポルシェのこう加速していく時の接地感の抜ける感じとちょっとでも似てましたけどね、うんうん、これだから内装のさ豪華さにちょっと気を取られて、ラグジュアリー寄りのスポーツクーペかなと思いきや、ゴリゴリのスポーツカーだよこれ。そうですね。なんかちょっと乗って思ったのがやっぱり M850、まあ850もありますけど、850があって今 M8 コンペがあるじゃないですか。確かにこれだけレザーもフルレザー見るので豪華なんですけど、どっちかというともうラグジュアリーを求めたらやっぱ M850 なんだなっていう感じですね。やっぱトップグレードですけど、そういった意味ではもう M850 もラグジュアリーのトップグレードなのかなって思いますね。走りに関しては確かに、確かに M8 そうかもしれない。やっぱ M がつくだけある印象ですよね。さっきカメラマンとも話したけど、アルピナが M モデルをベースにしないってことはそういうことなのかもしれない。そうですね、そうですね。だから割と割り切ってる感じはします。なんか本当走りだよっていう。そうだね、はい、もちろん踏まなければ全然ラグジュアリーにコンフォートで乗れると思うんですけど、ただキャラクターがやっぱ全然そっちの走りに振ってるなっていう印象ですよね。それもだから出た瞬間に分かるよね、この音とさ、ね、はい、車のしっかりさとさ、足回りのしっかりさで、あ、これ絶対走るやつだっていう。そうですね。音やばいっすね。これすごいわ。助手席が一番本当やばいと思います。ダイナミック。これでもオフになってるんですけど、多分肉モードじゃないやつですよね。DSC。あ、M ドライブ設定が出てきた。長押しすると。これオンですね。オン。オフ。で多分設定で選べてですね。はい、はい、お願いいたしますどんな感じですか、リークモードで。でも625馬力の FR ってもうドリフトマシンよ。
前進まないですよね。進まないよね。前あの M5 で雨の日やりましたけど、あれも600馬力でしたっけ。あれもでも書いちゃって進んなかったですよね。でも今意図的にちょっとステアリング切ってましたけど、でも、うん、なんかホイールベース長いからですかね、安心感は。あ、確かにね、はい、うん、その辺はあるかもね。滑らせようと思えば滑るって感じですね、うんうんうん、雨の日はちょっと覗くですけど、うんうんうん、ちょっとやめましょうね、はい、まあ普通です。はい、えこれでもあれ、あれですよね、ある程度滑ってもいけるって感じですよね、確か。介入はするけど。そうだね。そうですよね。基本 FR だけど、ちゃんと前も使うやつ。うん、これ、ちょっとオープンだからなのか、このモデルかだからなのか、マフラーが爆音すぎる。そうですね。これで逆に締めたらどうですか。あ、まあ、全然静かだね。全然静か、全然静か。でも物足んないですね、やっぱり。そうだね。でも M850 もすごいですよね、結構マブリングの音。ああ、そうだね。うん、どうかしてるよこの車。加速すごいですね。なんかでも思ったより肉でも安心感はありそうな感じ で自信ある方だったら多分この長さを生かしてコントロールできそうな感じしますね。確かにホイールベース短いとプロでも大変じゃないですか、滑る。確かに忙しくなっちゃう、はい、そういう感じはなんか全然やっぱないですよね。いいな、ちょっと優雅な感じとはさまた違う。そうですね、うん、でも風を感じながらこうスポーツ走行というか、まあ、スポーツを楽しむ感じする。そうだね、運転を楽しめる感じが。なんか S クーペとかのコンチ GT のコンパみたいな、うん、まあスポーツ要素もありののラグジュアリーオープンとまた違うですね、うん、本当にスポーツかっていう感じの、うん、けどシートとか本当めっちゃいいんだよな、メリノレザー。え、欲しい。そうですね、欲しい。ただあれですね、はい、男らしい男が好きな女性にはちょっとまあいいと思うんですけど、そうじゃない女性の方はちょっとびっくりしちゃうかもしれない。ああ、そうだね、この音といい。そうだね、結構威圧的じゃないですか、この。確かにそうだね、うん。だからもうそういう方を横に乗せるときは絶対バルは閉めていただいた方が。そうだね、はい、ちょっとでもそれでもはみ出ちゃうけど。そうですね。でもまあ、うん、乗り心地とかデートカーにも全然使えるような、本当に、うーん、まあまあギリギリ、うん、だこの価格帯、このなんだろうな、ボディサイズの車で言ったらだいぶ硬い方。まあそうですね、確かにちょっと思ってたよりは硬いかもしれないです。一番シリーズかな、全部コンフォート、はい、だこの辺もだからステアリングその M112 に入れとけばパッてできるのはだいぶいいかもしれない。そうですね、まあでも確かにちょっとコンフォートでもまあ、そうだね、それなりのしっかりさは、しっかりさはありますね。タイヤとあとボディのしっかりさがすごい効いてる気がする、うん、そうですね、うん、タンタンって感じだもん、やっぱりコンフォートでしょ。だからこうギャップに対して戻りがやっぱ早いですよね。どうなんだろう、 M5 の方がじゃあもしかしたらもうちょっと乗り心地あれなのかな、の方が良かった印象はありますね、うん、コンフォートは。パーツリスト見たらリアはごっそり専用パーツ、はいはい、アクセルサポートもそうだし、うん、ナックルとかも全部8専用のパーツになってたんで、はい、まあ、全然違ってくるのかな。 M5 の方が、うん、乗り心地は良かったと思います。もしかしたらその屋根開かない分ボディで剛性取れるんで。ああ、そうですね、あ、その影響もあるかもしれないですね、可能性は。ああ、でもまあ響きますね。そうだね、うん、マフラーもね、こうやワンちゃん屋根閉めてこう音が消えればもうちょっとマシになる。そうですね、でもやっぱ綺麗なこう揃ってる音だからこそそんなにこう嫌な感じはしないですけど。そうね、そうね、それは思う。だって本当に V8 じゃないみたいだもん。なんかそんな感じですよね、全然ドロドロ感がない。あと本当にレスポンスがいい、はい、すっかり忘れてました。そんなに風の巻き込みも気になることではなく、ね、
まあ、高速は走ってないんで何とも言えないですけど、うん、そうですね、おそらくでもこの辺の風の動きもあんまり感じないんで、はい、まあ、程よくこう入ってる感じですね。フロントのガラスの傾斜も効いてて、うん、割とその辺は考えられてるのかな、感じは締められるかな、ちょっとこの速度なら。タイヤにしちゃったらこの車のキャラクターが死んじゃうから。そうですね、多分これで正解なんじゃないかな。いい車だけどやっぱりキャラクター結構立ってる。なんかもう全部に行けちゃうオールラウンダーというよりかはやっぱりこう走りをすごく重点を置いた車でした。でもこの辺りってもうコンチのカブリオレコンバーチュールと、うん、S ベンツの S、うん、カブリオレとこれと、うんくらいですか。あとグランツがもしかしたら入るかなっていう感じですか、ね、まあ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 、まあ、一番まあ走る楽しさを持ってますよね多分。そうだね、その中でももう1000万円出せば F 様のまあいけなくないかなって感じするけど、はい、でも走りももうスーパーカー級ですもんね。そうだね、本当にこれだけ軽い動きしてくれて600馬力オーバーで、なんでちゃんと使える600馬力だしね。はい、なんで、まあ、万能というかオープンでこういうの探してる方にはいいかもしれないですね。いいよ、だいぶいいよ。こんなレスポンスのいい V8 ないよ。ないですね。むちゃくちゃいいもんだって。速いですね、本当にね。びっくりするよね。いや、びっくりしますよね。むちゃくちゃレスポンス。今しかもエフィシエントモードでし、そうだね、ガシでそうですもんね。へえー、すごい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、いや最高すぎました。早いし豪華なインテリア、はい、これ以上ないんじゃないかな、うん、で今非常に貴重なお車ということで。そうです、ちょっと前までダイスあったんですけども、今中古車サイト見てもダイスがすごく少なくなってしまっているので、はい、まあ、気になる方はぜひお問い合わせください、はい。まあ、あとは最後お知らせとしては買取は絶賛強化中ということで、はい、もちろんです。つい先日も車種はお伝えしませんけれども、はい、急遽買取らせていただいて、はい、その直後に販売させていただくということもありましたので、はい、まあ、やっぱりあの直接買取させていただくと、まあ、車の状態も分かりますし、そういうことにお伝えするってこともできると思います。なかなか仕入れも簡単でなくなってきているので、あのやっぱり買取のご相談あるとありがたいので、ぜひお願いします。はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW M8 コンペティションカプリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。